じゃあやりましょう。おい、謎めいたゲームを友人に送りつけ、遊んでいる模様を眺めて人類としての知見を深めていこうというこちらの企画。今回のタイトルお願いします。ヘルテイカー。タイトル画面がねちょっとなさそうなんだけど、うん、そうね、現状謎だね。まあ私ですね、この企画で取り上げるのにふさわしいものがないかと日々 Steam をね、さまざまなワードで検索をしているんですけどもはいはい、このゲームは、ま、地獄ですよね。まあヘルヘルかヘルで引っかかってきたゲームになりますが、まあ地獄を味わうのもいいだろうっていうねことです。お味合わされるの確定なのもまあゲームの内容っていうかジャンルとしてはパズルゲーム、ああはいはいはい、ということなのでね、しかもフリーゲームなので、まあこの企画でね動画1本で遊んでみるにはいいタイトルなのかなと思ってね送ってみたんですけど、フリーなのはいいですね、うん、はい、ちょっとやってみましょう。やりますか、うん、多分好きなんじゃないかな、マミさんは。まあホラーじゃなきゃね大体好きですよ。とりあえず立ち上げたらもうこの画面だったんだよね、うん、エンターか A ボタン、自分が虚空に包まれると気づく、エンター。おお、地獄感あるね。大いなるハエのベルゼブブ、あ地獄だねごきげんよう小さき者よ、我が輩のことは気にするな、名はベルゼブブ、古き良き隣人だって。ああ、ニューゲームとチャプターセレクトとイグジット。まあニューゲームですかね。ニューゲームだね、うん、じゃあ見えてる？うん、はい、じゃあニューゲームでいきますか。いきましょう。ヘルテイカーの旅路をもう一度たどる。お、ナレーターをつけてくれるらしいよ。うん、お、あ、あ、ベルゼブブがやるんだ。なるほど。なんか部下をつけるとかじゃないんだ。おお、ある朝君は夢を見た。悪魔の娘たちでハーレムを作る夢だ。いい夢だね。これ俺か。君だね。ああ、いいね。好みよ。まあ簡単に叶えられる夢ではない。命を落とすこともあり得る。悪魔の娘っ子とイチャつけるんだ。俺の玉くらい安いもんだ。すごいな。変な方向に吹っ切れてるな。悪魔の娘っ子とイチャつくために地獄に降り立つゲームなんだね、うん、これは非常に分かりやすいですね、うん、おーおおー、パワーパフガールズっぽい。ヒント、 L 左トリガー、リスタート、 R 右トリガー。どういうこと？右下に悪魔っ子がいるね。いるね、うん、メガネ悪魔っ子だね。メガネ咲くんですかね。うんうん、ね、倉庫版ライクなパズルゲームと聞いているんで、そうなんだ、うん、ちょっと動かしてみよう。倉庫版、うん、ほい、ああ、23歩で右下まで行けってことかな。今左下の23が1減ったから、うん、そうね、ってことはこいつこの敵押せるのか。押せそうだよね、うん、倉庫版で引くことはできないんだっけ。引くことはできない、押すだけだよね。だとす、あ、倒した。あ、え、じゃあ押すんじゃなくて倒せんのか。あ、こいつは押すんだ。あ、壁に挟むと倒せるみたい。なるほどね。岩は、岩は壊せないね。ダメそう、うん、押せる、押せはするのか。なるほどね。あ、押せるね。あ、ちょっと岩にだいぶ時間かけちゃったんで時間切れになりそう、はい、あー、ダメだ。なんとなくルールが分かったかもね。うん、決められた手数、手数で、うん、あの悪魔っ子のとこまでたどり着けばいいんだね。あ、確かにこれは倉庫版だしパズルゲーだね。どうせなら最短でいきたいね。うん、最短以外でクリアできんのかね。多少余裕あんのかね。あれ、俺間違えたの。さっきので良さそうだよね、うん、
間違えたな。直して上に上げて、うん、こうだね、うん、あれ1、あ、いった、あ、え、なに、コンビ悪魔のパンデモニカで合ってるかどうかもわからん。地獄お客様窓口担当パンデモニカと申します。ご用件は何でしょうか。悪魔っことイチャつきたいかな。可愛いね、結構キャラデザね、うん、割と好きだな。お、選択肢、ああ地獄を出て家でいろいろするぞ。代わりに俺がお前の担当になってやろうか。ちょっとまだこれで帰っちゃうと、うん、悪魔っ子のハーレムが気づけないからこっちかな。俺が担当になり、うん、代わりに俺がお前の担当になってやるおお、あ、サクセスって出たね。ね、口説くのに成功したのか。ね、間違え、選択肢によってなんか違うのかな。ありがたい申し出で、そろそろコーヒーを飲みたくて、あれがないと自分が保てない。おおー、おお、悪魔っ子の隣まで行けばいいんだな。なるほどね。うん、あー、なんか下にもうすでにメロメロになってる子がいる。本当だ。俺なんか罠があるね。ここはでも踏まざるを得ないからな。あれ、ああ、罠にはまると1減るんだ。その場に滞在すると倍減ってく感じだな、うん、そうだね。うーん、どっちから行くか。右からだと思う。これでいけるんじゃないか。で、ほら、これでぴったりだ。ギリギリ。うん、おお。ああ、かわいい。モデルス。こ、しかも公職悪魔よ。なりけになっちゃった。もうこれで帰ってもいいな、俺。モデウスちゃんいいな。時間がないんだ。ハーレム作りで忙しくてな。いや、ここはね。男の強さを引っ張っていく力強さを見せようかな、うん、だな。質問は受け付けない。あ、え、念のため、膝を、え、どういうこと。逃げられないようにってこと。ええー、あ、選択肢間違いあるわこれ。間違えると死ぬんだ、殺されるんだ。パズルの後の選択肢間違えると終わりなんだな。なるほどね。スレッジハム、あ、いいね。あ、基本的にはハーレム作ろうぜっていう選択肢を選んでいけばいいのかな。うん、おお、モデウスかわいいね。君をね、もう明らかにもうすでに落ちてるんだよな、モデウスちゃんは。ついてってあげる。おお、ん、あ、いっぱいいるぞ。ん、3人もいる。あ、いいね、鍵を取ってくるんだ。はいはいはい、どのルートがいいのか、うん、難しいね。手前から行くと1、2、3、4、5、6マス食らうから、最短ルートはね、見出したと思う。行くわ。はい、こうだ。お、鍵取る。帰りはこうだ。帰りはね、変わるパターンあるよね、うん。お、うん、鍵開けるのに、あ、大丈夫だ。いや、行けた、行けた。うん、持ってれば素通りだ。おお、すごいね、一発だね。三つ子悪魔のケルベロス、これも可愛いな、割と。二つを連れてって。本当に？うん。どっちだろうね。いやいや。あ、ここは、うん、ここはちょっと亭主関白気味に行くわ。決まりだ。何も聞かんぞ。おお、やった。人間界を堕落させる時が悪魔の目的がわからんな。おお、悪魔たちはなんかそれぞれで、ね、違う目的っぽいね。割となんか刹那主義っぽさはあるけどな。かっこいいな。うん、ここも鍵ステージかね。この岩は割れないんだよ。
うん、むずいな。これ、あ、わかったかも。これあれだね。なんか見てるっても何も言えないし、うん、なんなら自分でやりたいなってなるね。解放がわかったら言ってくれればその通りに動かすよ。やるかい、これ。俺も裏でやろうかな。ああ、なるほど。じゃあ待つか、ちょっと。ああ。お、追いついたかい。追いついた。合流した。で、俺も、うん、やりたくなったんで、一緒にちょっとやりながら、はいはい、遊んでいこうかなと思うんですが。うんうん。ガミさん、ガミさんで普通にやっていただく。僕やっていいですか、うん、はい。もう俺はね、もう多分これ解けてるんだよ。マジ？うん。やっていい？うん。こう。こう。こう。うん。こう。じゃ。あれ？あ、ダメかも。ああ。一歩足んない。足りないだね。なんてことだ。こっちだ。これで、うん、うん、あ、いけた。これで短縮できる。全然見てなかった、髪も。お前。ガミが喋り出したらそっちを見ないとダメだね、動画的に。そうだね、うん、うん、だって喋りながらやってるのだもん。毒舌悪魔のマリーナ、かっけえな、マリーナ。俺ちょっとこのゲームキャラデザ割と好きだな。初めて見るアホ面だな。何しに来たんだ。コープキャンペーンの実績を取る相手を探して。なんだろう。たまらんな、もっと罵ってくれる。どっちが正解なんだろうな。いやー、こっちでしょ。罵りたい悪魔なんじゃないか。ああ、毒舌悪魔だからね。たまらんな。もっと罵ってくれないか。お、また変態マゾ筋肉のお手間しか。筋肉あるんだね。最高だね。あれ、ダメだ。サクセスで出るもんな。成功すると、ね。バッドエンド。マリーナが空を切ったかと思うと、君の頸動脈が赤いものが吹きました。実績を取る相手を探している。あー、 PC キャンペーンそのまま。へえ、あんたは単性シミュレーションゲームをやるってならいいけど。へえ、出れたな。好きなんだ、単性シミュレーションゲームが。ね、気持ちはわかる。楽しいもんな。あ、ミスちゃった。え？ちょっと、あ、できた、できた。この子も可愛いね。うん。このデフォルメされたのもちょっと可愛いんだよな。あー。ここなんか簡単そうじゃない？うん。動いてみ。あー。そう言うんだ。俺が先にやっちゃダメだよね、これ。ガミのやつを見よう。一歩歩くと罠がね、なるほどね、出てきたりするから、こう先に動かしとくか。で、避けて、あ、それでダメージは出ないんだね。そのダメージを最小限にして、そこかな、こう、うん、こう、こう、もう一旦、あー、あ、行けたわ。行けなかった。俺は行けた。見てなかった。自分がプレイする方に夢中じゃん。ごめんごめん、やめとくわ、やっぱ。ズドラーだ。昭和悪魔のズドラーだ。アイシャドウ濃いね。あ、向こうから能動的に入ってきてくれたよ、ハーレムに。我々のハーレムに。ほんとだ。でも昭和なんだ。嫌な予感がする。もうハーレムではない。単性趣味同好会だ。一応前の設定を引きずるんだね。うんうん。まあ、ちょっとこっち選んでみるか。
陰キャか、また来世。割とバット引くね。ね、2分の1だからな。この陰キャは嫌いなんだな、ズドラーダさんは。待て、嫌な予感がする。ああ、止めないのが正解なのか。なるほどね、止められるもんなら止めてみな。ズドラーダも好きよ。俺今んとこ嫌いな子いないよ。そうかなとは思ってた。あ、全員合格だね。悪魔っぽくないね今回は。天使か、打天使かな。43多いね。多いね。あ、また鍵を取るんだ。鍵、これ、あ、鍵の上に石置くと鍵の場所は変わらんね。ああ、そうなんだ。うん、ん、あ、鍵の上に石置けるんだ。うん、あ、なるほどね。そこに岩来ちゃうと多分、そうだね。あー、分かったかも。こうこう、うん、こう、これでどうだ。下から回ってくる。うん、鍵はまだすぐには取らない。うんうん、あ、ダメか。あー、あー、ダメだったな。あ、でも今のなんかいいかもね。ちょっと近しい気はする。こうか。あ、いけた。え、いけちゃったな。あ、でも俺もいけそう。こうじゃない。あ、同じ同じ。すごいね、うん、これぴったり。あ、天使だ。探求天使のアザゼル。アザゼルさんか、ね、めっちゃ悪魔っぽいなって思っちゃった名前。聖者が地獄で何をしているのでありますか。本館初めて見ましたよ。あー、どっちだろう。あ、正直に答えてみるか。これね、俺名前的にこの子天使に扮してるだけな気がするんだよな。だから天使を探してるっていうと、うん、そんなやつを探してるのはって言って殺されそうだから、正直に答える。悪魔を探している。おお、間違ったわ。危険もでありますか。あなたもでありますか。現代罪や悪魔学の研究でありますね。自分も調査に加わるであります。あら、天使は天使っぽいなね。でも悪魔が好きなんだ。天使まで彼に加えられるのか。へえ、悪魔の研究をしてるんだね、うん、なるほど。すごいな、見境なしだな。あ、かっけえな。渋いね。渋い。また鍵か。鍵だね。こう。ほっほ。うまく下から。うん。下から。抜けれたけどね。下から行って、下から帰るだよね。うん。あ、そうか。骸骨倒しとけば抜けれるのか。いや、でも。うん、ああ、下行く前になんか操作しそうだな、手前を。そうだね。なるほど、これは失敗だな。あ、多分こうだわ。こいつ倒す、動かす。あ、足んないな、でも。あ、うん、割と足りない。足りない、全然足りない。あと3マスぐらい、うん、3って足らない。ここ先に両方倒すのかな。
両方倒すとトゲにはまらずいけて上から帰れるんじゃないかこれで。うんうん、ミスった。あーでもこれだと帰れないな。あー一個足りねー。うーん、面白いな。面白いよねこういうゲーム。面白いんだよね、うん、あ、いけたか、いけたかな。あー、いけない。1足りねえ。あと1どこでね。うん、あいつ倒さなくていいとか。倒さなくていい。そうだ、左上のやつは別に倒す必要ないんだね、うん、いけたいけた。あ、うん、倒す必要あったの1匹だけだね。激ヤバ悪魔、激ヤバ悪魔ジャスティス。あのパズル解いちまったのか、すげえな。せやろ、だいぶ手こずったな。ハーレムに入らないか、メニューからスキップしただけだ。ハーレムに入るか。いや、これは成功法でいったぜっていうところをアピールしていこうかな、うん、卑怯な手を使った方が悪魔らしくて素敵って言われるかな。おお、パーティーとあらば参加しないわけにはいかないしな。パーティーピーポー、ジャスティスちゃんゲッツ。お、8。お、これは倒す必要ないと思う俺。奥がどうなっているか、これ横から行くわ。割り込む。あ、いけた。マナーが悪いね。割り込みだけだ。あら、しかも動いた。地獄 CEO ルシファー。やっと会えたな。すべての試練を突破し、貴様は己の価値を証明した。魂を世に捧げると誓えば、奴隷として寵愛してやろう。ここは今までの強さを示してきたスタンスを貫こうと思う。うん、俺もそっちかなって気がする、うん、結構だ。それよりハーレムに入らないか。お、あれでもサクセス出ない、うん、バッドエンドも出ないぞ。何をザレるか。貴様は悪魔を奴隷にできるとでも考えているのか。おお。あー、すげえ、さすがルシファー CEO。 ルシファーは2回か、ランダムでやると4分の1しかハーレムに加えられないんだな。まあまあまあ、繰り返せますか。俺をご主人様と呼べ。すごいな、実はド M だったりするのかな、ルシファーが。おお、立場というものを理解していないようだな。あらら。ああ、血液が巣に変わったのかい。よくわかるか、そんなことが。確かに。恐ろしいものの変輪を味わった。何を言っているのかわからないと思うが、恐ろしいものの片鱗を味わった。おお。今度逆から割り込むか。ここでコーヒー炭性趣味、チョコパンケーキがあるぞで。来てくれるかな。今度は実は。うん、部下の前だからキリッとしてるだけで、実はめちゃめちゃダラダラした陰キャの女子であることに欠けるわ。陰キャの女子イコールなのかな。コーヒー炭性趣味チョコパンケーキは。まあ行ってみよう。こっちだ。ん、地獄の奥底まで来てパンケーキを食わせようというのか。やったー。ほら、パンケーキ好物やん。え、これでクリアか。最後っぽいよねルシファーがね。ねえ、よう納得させようとは。貴様のハーレムは案外楽しめそうだな。8ステージか。おお。やっぱね。あ、まだあるな。地獄から出てがないといけないのか。倉庫版だな。俺もそこまで行くか。うん。
ルシファー様に従順に行くとキスしてくれるぞ。え、キスをした後戻っていいかい、殺してくれる。戻ってもいいかい。ここ難しそうだね。ここむずい。ヤクザキックでも突破できんわ。鍵の取り方はどれが正解なんだろうな。基本的にはさ、この鍵の2マス横のスペースから行くしかない気がするんだけどな。あ、うん、こうこうこうでも行けるのか。いや、下から取るのかなって思って。わかる。これで取れはするよね、鍵。その後ね、あの鍵使うところまでね、いけないんだよね。そうなんだよな。あ、いけるかも。あ、道はなんかできたけど全然ターンが足りんな。マジ。こうこう、いやー本当だ、俺も2ターン足らんな。結構近い近い感じでやってるよ。もうちょっとそう、もうちょっとかなっていう感じするんだけど、もうちょっと効率化したらいけそうよね、うん、そうなんだよね。どこでターンを稼げるか。これでどうだ。いった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 。うん、ゴーランに入れましょう。見てなかった。いや、いったいったから見始めた。じゃあ、ちょ最初からやるわ。覚えてる。これを上、うん、ここから行くのは一緒なんだけど、そこまで同じだね。先にね、うん、これをずらすのよ、下を。あ、で上から行くイメージ。鍵上から行くんだ。あ、はいはいはい。こうをこうをこう、これで2短縮した、ね、手順。鍵ここ。ああ、でやっぱ扉まで行くんだ。これでゴールだ。お、このまま逃げられるとでも思ったか。サタンかな、ベルゼブブかな。これで終わったとでも思ったか。え、あら、え、冷たい鎖が君の首筋を撫でる。血肉は愚か、骨まで溶かす炎が後に続く。あ、ああ、え、幾千もの貴様を焼き尽くしたような気がするが、炎が消えてもまだ俺の前に立つか。だが捕まえたぞ、旅外者め、簡単に諦めてくれるなよ。俺たちはこれから長い長い時を共に過ごすのだからな。ラスボスか。おお、最高検事総長ジャッジメント。かっこいいな。現在執行装置起動。これは苦しんでもらうぞ。何人だこれは。強人かな。強を背負ったもん。強人。強人。うん、わからん。言い回しが難しいな。なんじゃこら。まだ続くんだ。おお。え、なになになに。え、あ、動けってこと。ああ、パズルじゃなくてアクションになった。うわあ。へえ、いいね。縦の鎖を避けるだけ今んとこ。うん、あ、傲慢だ。あんまり下にも、下と上にもあんまり行き過ぎてはいけない、うん、体力あんのか。あ、まあ、そうだけどね。
傲慢の鎖、炎、あ、本当だ、下になんか炎あるね。あ、鎖を蹴るんだ。単性ではなくなった感じだね。ね、お、ジャッジメントだ。執行装置の具合はどうだ。了解者め。降参すれば貴様を消し去ってやるぞ。降参はしないな。あ、あ、え、まさか今までの悪魔っ子たちが助けてくれるのか。いいな、熱い展開だな。熱い展開だね。おお、コーヒーだけが楽しみで来た悪魔もいるんですよ。おお、悪魔はみんなジャッジメントに逆らってるじゃないか。ルシファーも、うん、ルシファーよりジャッジメントの方が上なのかな、立場。そのようだね。三権分立的な感じで同格かもしれないね。ガイアは黙っていろ、本当の地獄を見せてやる。難しくなるのか。あ、炎戻ったね。横も来たね。 横チェーンも来た。やっぱ体力だね、炎が。なるほど。いやこれ覚えゲーなのかな。 あで鎖ある状態で壊さないといけないんだ。なるほどね。うん、なるほど。よし、貴様を縛る鎖は皆貴様が持ち込んだもので作った。エゴ、欲求、大敗、己のかってムチ打つがいい。欲求しかない気もするけど、うん、欲求 100% で来てるんだけどな。やっぱルシファーのが立場上そうだけどな。最高検事総長、大帝を命じる。司法は権力者の圧力に屈しない。そりゃそうだ。あ、ジャスティスいいね。あれ、ジャスティス、ジャッジメントを応援してないか。本館も続けてほしいであります。アザゼルはそっか、関係ないもんな。いや、ダメだよ、俺のハーレムに入れるんだから、アザゼルも。かわいい、ね。なぜ誰も話を聞かんのか。ポンコツ臭がしていいな。あ、まだあるのか。なるほど。あ、やべ、これで最後かな。持ち込んだもの3つ言ってたよね。欲求、エゴ、なんとかって。あ、大敗。うわ、ああ。さすがにむずいな。さすがに3面からじゃん。そうだね、早いね。いやー、くそ、色欲の鎖。うわ、色欲ね、それは丈夫そうだな。そう、交互に来てる感じするね。うん、この後死ね。おお、あ、え、今ダメなの。ほぼ同時だったと思うんだかな。上から行くわ、この後。大丈夫、あと一発食らえるから、これは行ったのでは。ちょっと待つよ、この後これを見てちょっと逃げる。よし、よし、いた。どうだ、ジャッジメント、枷から逃れられようとも本気で思っているのか。まだ分からんようなら教えてやろう。希望は失望を生み、失望は絶望につながる。自情自爆だな、ズドラーダさん。こじらせたマリッチって誰だろう。なんかあるんだな。お田中に目をつけられたんじゃあいつも終わりだな。マリッチってのはマリーナか。ああ、あの単性シミュレーションなんだっけ、ストラテジーだっけに釣られてきた子よね。こんなことならちゃんと勝ってあげればよかった。あれ、鎖はどこ行ったの。生まれついた日から今日までを後悔しろ。
あ、お、来た、ついに。君の髪は綺麗だ。ダメか。いや、まだ分からんぞ。お、ほら、進んでる、進んでる。お、これどうなんだろうな。貴様の運命は変えられん。これね、爪を褒めると、うん、なんか助かりたくておべっか使ってるんじゃないかと思ったから、うん、思われそうだから、ここは本音でその髪が綺麗だと、うん、言ったということにしよう。あ、ダメか。じゃあ行くぞ。お、苦しみに悶えるがいい。あ、うん、テレ顔が見れると思ったんだがな。まだあるのか。爪も褒める感じですかね。ここからやり直すのか。あ、でもすげえいい感じ。あ、違う違う、さっきとは違う。あ、進んだ、進んだのか。うん、進んだと思うよ。くっ。あ、絶望の鎖。でもこれ最後でしょ。多いな、すごい、4つあんのか。でもあー半分いけたけどね。よしよしよし。あー、あ、しまった。頑張れ頑張れ。ああ、いける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 、よし。ラストすごーい。まだ全然弱ってる感がないな、ジャッジメント。そうだな、ちょっと表情ぐらい変えてほしいよね。ね、絶望の鎖を壊したのに照れ顔を引き出したいな。引き出したいね。もっと早く君を見つけられればよかったと後悔している。君に罰せられるなら俺の罪も価値あるものとなった。なるほど。どっちだろう。照れてくれるかな。こっちだ。あ、ダメだ。いや、でもやりにくさを感じてくれてる。やりにくさを感じてるんだ。いいな、どれも。あ、髪かっこいいな。まあ、さっき髪褒めたから、髪の素晴らしさを話すか。お、お、お、お。俺だってこんなことやりたくないんだ。本音が見えてきたぞ。けど契約は契約だからさ、お前の破滅は避けられないってわけ。CEO が退廷しろって言ってるのにな。だけどお前が地獄から出て行って邪魔さえしなければ執行数年遅らせることができる。情が芽生え始めたぞ。ね、やったぞ。お、俺たちの運命は一つ。お前はいつか苦しんで死ぬ。けど今である必要はない。運が良かったな、うん、今すぐ俺の前から消え失せろ。命を助けてくれるのか。いやいや、ここで引いたら数年後に死んじゃうからね。目的としてはその執行そのものを、ね、作ることですから、ね、そうそうそう、刑の執行そのものをなかったことにしてジャッジメントも連れ帰るのが目的だから。いいね、いいね。ベロと言ったんだ、早く行け。まさかハーレムに誘うだなんてバカなことを言うなよ。誘うとも、不死身の苦しみの化身と一緒に暮らすだと、何度もいたぶって殺した相手と。他に道はない、うん、君よりひどいのもいるよっていうのはあんまり慰めの言葉にならない気がするんだよね。上かな、こっち。あ、やっぱサクセス、グロリアスサクセス。両脇を固めていたやつだ。顔料と文集ですね。あれだ、ルシファーの横にいたやつな。人たちに資するわ。お、例外中の例外だが、どうなるか見届けてやろう。物は試しというしな。ジャッジメント、やったー、強敵だったぜ。おお、そして君の旅は終わりを迎えた。これはベルゼブブがナレーションしてくれてるのか。お、ボロボロやまあね、あ、地獄から娘たちを連れ出したのだ。それ以来君は地獄から連れし者、ヘルテイカーと呼ばれるようになる。こう、女の子勢ぞろいしてほしかったな。うん、まあこれから見れるんじゃない。しかし暮らしは楽なものではなかった。そうなんだ。短い間にもかかわらず苦難はどっと押し寄せてきた。めっちゃ刺されてるし、なんか刺されてるしな。しかし人生はどう生きようと苦しみに満ちている。
なら今のうちに楽しんだ方がいいかもしれない。おー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 、すごい、え、動けるしかもやば、あ、ジャッジメントもいるよ。おお、ルシファーさん、ルシファー、パンケーキが焼けたか、早速いただこう。パンケーキというかクレープじゃね。かわいい、すごくおいしい。ルシファーパンケーキ好き、エプロンにサタンって書いてあるなお、ヘルテイカー、あ、お前もサタンなんかい、手伝ってくれてありがとう。いいね、これ一人ずつこの会話あるのかな。そうだね、どうやったらそんなに生地を薄くできるんだ、まだ分からなくてな何、パンケーキ作るのうまいんだな。まあルシファーを落とすパンケーキだからなあれかな、あのピザ職人みたいに空中で回すんだね何か魔術を使ってると思ったんだか、経験だ送ってるな。おお、ハートマークがある子はみんな話しかけられるんだ。パンケーキだみんなに食わすのか。なんてある、スパイダーシーズン、モデウスちゃんだ。それはラブコメ、ラブコメなのか、スパイダーシーズン、はあ、初めて恋って感じが分かったかもしれない。胸がキュンキュンして止まらない。好きになったことがないのかもしれないね、本当の意味でね。もしかして私ずっと間違っていたのかな、うん、ならデートにでも行くか。解消の塊だな、さすがハーレム運営してるだけ。デートが変態チックだ、ま、ハーレムの主はね、やっぱ度量が広くないと務まりませんから、うん、運営できないですからね。もう一回、もう一回話しかけるっていうのはできないみたいな。できないんだ。ジャスティス好き俺、うまっパンケーキをみんなに振る舞って回るんだな、構わない。お前もだろなんであんたずっと3月かけてるんだ。鏡を見せてやりたいな。うん、そうだねそれはお互い様だよ。あ、そうなんだ。そうなんだ、設定があるんだね。盲目なんだな、ジャスティスは。これは失礼なことを。こっちは話したんだ、あんたの話を聞かせてもらおう。なんかあんのかな、理由。目出てるな、昔。ちょっと待って、女の子たちとかけているんだ。レーザービジョン持ってないか。そしたら10ドル損しなくて済む。レーザービジョンとはなんだろう。わからん。え、ああ、答えわかんないんだ昔で終わった。んー、まあジャスティスを、ジャスティスじゃないや、ジャッジメントを最後にしようかな。おお、なるほどね。んー、じゃあこっち、パンケーキだな。お、あ、かわいい。悪魔がプレイするに値する単性シミュレーションゲームを探すのがどれだけ難しいかわかる？難しいんだ、はあ、最近の人間が作るのはどいつもこいつも中途半端な続編やダサ作ばっかり厳しいな。とりあえずプレイすればいいじゃないか。まあね、うん、うん、お、酒飲みなのか。酒飲んでゲームしてるのか、大敗的だな。パンケーキにコーヒーだ。あ、これあれか、受付のパンデモニカちゃんね。コーヒー目当てでついてきた子や。うん、いい顔してるな。あ、ド S 悪魔になった。本当だ。カフェインで脳がはっきりし、さ、すっきりしたのかな。コンビ悪魔とはおさらばです。その意味が分かんないんだよな。また入れすぎていないか。コンパイ悪魔。コンパイ、疲労コンパイのコンパイか、うん、あんな字だっけみたい。へえ、コーヒー入れ損ねると骨折られんのあの刺されてたのもなんかのお仕置きなのかな。はい、
次は午後5時15分にダブルエスプレッソでいいんですよね。完全にね、召使いだ。召使いじゃないか。おお、しかもあドエスだな、パンデモニカちゃんは。おパンケーキだ、ズドラーダさん、昭和ル悪魔。でもパンデモニカちゃんがド S ってことは、この子は実はめっちゃ優しいとかないかな。うん、属性変わる可能性あるからね。そうなんだよ、ギャップがあるからな。あら、楽しんでるみたいでよかった。毒舌だな。ね、上には行けないんだ。なるほどね。これ天使の前も絶対通るな。アサゼルさん、あれどうした、目が死んでいる。本館ここに来てどれぐらいになるでありますか。しかして打点しちゃった、数週間だな。まるで永遠みたいな気がして、見てきたものやしてきたことを論文に全部ありのままを書いても誰にも信じてもらえなさそうであります。口頭無形にも限度があるであります。気の毒に連れてきたやつが何言ってんだろうな。あの本科の研究は表層を触っただけにすぎません。今日は自分と研究するのはいかがでありますか。まあ、元気はあるね、一応ね。今後詰めすぎだ、パンケーキを食べなさい、甘いものは脳にいいからな。うん、もうでケルベロスがいてパンケーキだ。あら、ほら失敗した。何を、ケルベロスかわいいな、ま、お隣さん、お隣さんに迷惑かけたのか。今度は何をした。ケルベロスから漂うポンコツ臭がすごくいいね。あ、うん、外にいた警察。そうだ、ね、気づいてはいたんだ。背景じゃねえんだ。警察来てんなとは思ってた。うん、車止まってんなって思ってたんだけど、なんで警察まで来ているんだ。ケルベロス、おい何をしたかを言えよ。さあさあさあ、いよいよ最後だ、ジャッジメント、パンケーキだ、ジャッジメント。おお。これ警察のこと言ってんのかな。おお、処分するか。問題ない、俺が対応しよう。さすが、あー、みんなちゃんとパンケーキ食う絵もあるな、いいね、可愛くて。あ、ちょっとそっけないな、ジャッジメント。ポリスメン対応するかい。じゃあ対応するか。もしもし、おポリスメン、かっこいいな、刑事さんも。警察だ、ドアを開けろ。ドア、あー、これエンドなんだ。あー、これで終わりか。あー、なるほどね。あ、そう、そうですか。あれすごいな、コンロ4つ口だよ。まあね、これだけ住んでますからね。ハーレムを築こうっていう男のね、住処ですから。まあそうか、これぐらいはな、うん、2階もありそうだしね。じゃあ終わるか、警察に捕まって終わるのかな。どうですかね。開けるわ。お、パンケーキいかがですか。これでケルベロスが何をしたかもわかるか。おお、どうも、ちょっと聞きたいことがあるんだが。武装してる方も女の子なの。ああ、何をしたかは明かされなさそうね。こうしてヘルテイカーの物語は幕を閉じる。ナレーションは古き良きベルゼブブがお送りした。ベルゼブブさんね。ベルゼブブさんは女の子にはならんのか。なんとも馬鹿げた話であるな。正直いまいましいとも思っている。ろくでもない連中のろくでもない話だ。だがそれでも君に楽しんでもらえたなら幸いだよ。笑えるだろう。それではこのフルバイに付き合ってくれてありがとう。また会う日まで。おお、幸せなエンド。おお、Thanks for playing。 あら、他に欲しいものでもできたかな。
ああでもう一回戻りかできるって感じですかね、うん、多分チャプターセレクトは普通にあステージで EX ある。 EX、うんうん、ボーナスチャプター、おイグザムテイカーやるか、やってみようか。でやってない面か、うん、EX ステージ多分ね。10がもうエピローグだったから、ジャッジメントエピローグだから、うんうん、EX はやってないね。It starts like most tales do。 日本語化がここはされてないってことかな。これね、日本語をローカライズされてないのを日本語化モッドをね、入れて、うん、入れてやってますんで、ここモッドがまだ適用されてないんだね。